チェコスロバキア国鉄810系ディーゼル動車は、チェコスロバキア国鉄及び、チェコ鉄道、スロバキア国鉄、鉄道企業体スロバキアの地方間参線区用ディーゼル動車である。本校では、同系の BLM24 から29系、付随客車及び派生系の892系滑船、補修用ディーゼル動車、ハンガリー国鉄のブスモット54から29、 K ディーゼル動車についても述べる。チェコ、スロバキア両国の地方選区で活躍する810、軽減系の810系1971年、チェコスロバキア国鉄は戦後導入した、地方間参戦区用ディーゼル動車、M131.1 系及び M240.0 系の改良版として、リベレス自動車工業国営会社のバス用機関を、 使用した二軸小型ディーゼル動車の開発に着手。路線バス用の機関や変速機を転用することで製造費を圧縮することを狙い、シュムペルク鉄道工業国営会社とステデーン化、車両国営会社による M131.1 型での機関乾燥試験を経て、1973年に先行試作車 M151.0001 がステデーン化車両で製造され、 同社で1975年から量産車 M152.0 系の製造が開始された。チェコスロバキア国鉄は当初150両の申請を計画していたが、同時期に開発を進めていた大型の電気式ディーゼル同社 M474.0 系の量産開始を見送って代わりに M152.0 型を当てる方針に変更し、 1982年までに678両を申請して各地の地方換算線区に大量投入した。先行試作車以来10年間で70社まで増備され、その都度設計変更が行われている。これらの変更項目のほとんどは後追加改造で全車に施行されている。また1982年には東部スロバキアとウクライナを結ぶ。 後期貨物船の国鉄宇治ホロド、ハニスカプリコシツヤフ鉄道船職員輸送用に、後期用 m 1 5 2 5系2両を投入した。M152.0 型は1988年のチェコスロバキア国鉄動力車大改版で810型に改版され、1993年の連邦制、解消後はチェコ鉄道公団と、 スロバキア共和国鉄道が承継した。両社は1990年代以降、様々な形で810系の近代加工新工事を進めており、原型車は数を減らしている。スロバキア国鉄車は、後の分社化で、全社が鉄道企業大スロバキア株式会社に承継された。また、チェコ鉄道車の一部は、デスナー鉄道列車運行事業者のコンネックス。 モラーバ株式会社及び鉄道施設管理公団線、列車運行人家事業者のビアモント株式会社に売却されている。M152.0 型と同系の、チェコスロバキア国鉄 BLM24 から29、系付随客車は1973年から1974年にかけて製造された先行試作車をもとに製造したもので、 M152.0 型をはるかに上回る910両が申請投入された。1983年に24から29ボフェックス型に改版された後、1994年にチェコ鉄道証券車は010ボフェックス型に、スロバキア国鉄証券車は011ボフェックス型に、それぞれ改版された。チェコ鉄道車は後改版が繰り返され、 2009年1月1日以降は、ブタックス78,024から29型に改版されている。実際には、申請当初の見込みほどの輸送力が必要なく、各地で車両が有給化するケースが相次いだことから、動力車か荷物車か制御車かなどの改造も進められている。810系車内コイルバネと、 油圧ダンパー装備の一軸台車2機を装備した13メートル級軽量、全構成車体の二軸非貫通両運転台車で、ホイールベースは8000ミリメートル、設計最高速度は時速80キロメートル、最急曲線通過半径は100メートルである。ライオスリーノビ製向上性 ML-634 型直噴水冷6気筒ディーゼルエンジンを1機搭載し、 駆動軸は一軸である。変速機は、鉄道用の NKR-16 型逆転機を装備したプラガ製に M-70 型液体式、自動変速機である。当時大量生産が続いていたチェコスロバキア国内の市内路専用標準バス、カロサ国営会社製 M-11 型バスで、用いられていた組み合わせを流用して設計したものである。エンジンの燃料制御は、 ワイヤロッド式のため総括制御はできず、ジャンパ線は連結した付随車などとのドア開閉の連動及び補助電源用の引き通し線しか持っていない。制動装置は、ダコ P 型自動空気ブレーキを装備している。補助電源発電機は BD-521、6GE1 型で、自社及び付随客車最大に両分の電力を供給できる。車内は、運転台と、客室。 デッキ、便所に区分されている。客室座席はヘッドレストのない人工比較張りベンチタイプの2、3人掛けクロスシートが向かい合わせに10組置かれている。荷棚は背もたれず上部に枕木方向に設置され、側倉下には小型の木製テーブルがある。立席客を考慮して座席方には取って、荷棚通路側には大型のハンドレールが取り付けてある。 便所向かい側は向かい合わせに3人掛けと2人掛けの跳ね上げ式座席を備えた区画が設けられ、荷物輸送などにも利用できる。客室、デッキ仕切りは当初開放式だったが、当機の客室保温のための地内開き式のドアが設けられた。暖房はエンジンの排熱を利用した温風式で、 側面に沿って温風ダクトが設置されており、運転台窓のデフロスタにも使用されている。車内照明は蛍光灯で非常用白熱灯も装備している。側面ドアは、ハニカム構造のアルミ合金異物を芯にした、プラグ式ドアである。MVTV に系チェコスロバキア国鉄892系河川補修用ディーゼル動車は、 旧型ディーゼル動車改造の河川補修用車の老朽化と電化区間の延伸に対応するため M152.0 型を基本にステューデン化車両国営会社で1981年から1991年にかけて115両申請した河川補修用車である。1988年大会版以前の形式は M153.0 系。連邦解消後、 チェコ鉄道公団及び、スロバキア共和国鉄道に承継され、1997年にチェコ鉄道社は MVTV2 型に、スロバキア国鉄社は MVTV02 型に改版した。後期用も作られ、全社がスロバキア国鉄に承継されている。機関は、ライオース製 m l 6 3 4型、変速機は、プラガ製 2M-70 型液体式。 自動変速機で、自重は23.5トン。河川作業のための時速5キロメートルの低速継続運転に適応した設計としている。車内は、工作台を備えた作業区画と補修部品収納区画に分けられており、作業員、控え室、便所、台所、冷蔵庫が備えられている。屋根上には、河川変異検測用のシングルアームパンタグラフ及び、 観測ドーム外周で絶縁された幅 2000mm の河川補修作業台が設けられており、観測ドーム下に設けられた階段から昇降する。補修作業台の転落防止策は折りたたみ式で、車両走行時には半分の高さに折りたたまれる。直流 3000V 電区間での活線作業に対応しているが、交流 25KV、50Hz 電区間では、 送電停止が必要である。2007年には、パルスノバ株式会社で、チェコ鉄道、MVTV2.029 の近代化更新工進行事が行われ、MVTV2.1 型に改版されている。テドム製 TD-242RH、TA-25 型機関とホイット製 D-864.3D 和型液体変速機に換装し、最高速度を、 時速 90km に引き上げたほか、距離測定用の車軸パルス検出装置や電子、制御システムを更新。観測ドーム内に暖房装置を設けるなどした。チェコ鉄道、MVTV2 系及び MVTV2.1 型は、チェコ鉄道上下分離後の2008年に全社が、鉄道施設管理公団に移管され、一部は、ビアモント株式会社にも売却されている。 二千八年現在の m v t v 二系、m v t v 二点一系、m v t v 零二系、m v t v 零三型の所属量数は、鉄道施設管理公団七十八両、スロバキア国鉄三十七両、ビアモント株式会社一両である。このほかチェコスロバキア国鉄測量事務所のトンネル及び、霧道支部の限界測定用写真測量機として、1976年に、 M152.0 系の先行試作車 M151.0001 を改造した892.6系写真測量用ディーゼル動車が製造されている。1988年大改版前の形式は FST-2 型でチェコ鉄道に承継され、1997年に FST-2 型に再改版されたが、間もなく機関を外して付随車化され、 MD-1 型に改版されている。MV ブスモット54から29系、ハンガリー国鉄ブスモット54から29系ディーゼル動車は、M152.0 系装備中の1977年から1984年にかけて、ストデーン化車両国営会社で製造した、ハンガリー国鉄及びジェールショプロンエーベンフルと鉄道向けディーゼル動車で、 M152.0 型とほぼ同一設計。ハンガリー国鉄向けに205両、ジェイルショプロン・エーベンフルト鉄道向けに2両が輸出された。同系の BZX24 から28系、付随客車、BDZX83 から28系、付随荷物、合わせ作り客車も製造された。新造時の設計最高速度は時速メートルだったため、 ハンガリー国鉄では出荷時搭載のライオス製に代わる機関乾燥を図り一部車両について独満車ライセンス生産による国産エンジンと独ホイット製液体変速機に乾燥した。さらに BZX 型付随客車の動力車改造では下級機を装備し出力を増強した機関を搭載し最高速度を時速 80km に引き上げた。 さらに1990年代以降、座席の大型化などのアコモデーション更新などの工事を進め、マンディ10型機関のライセンス生産品乾燥による更新、動力車化改造工事が進められた。更新者は原番号と無関係に300番台に改版され、後に100番台、100番台の空き番号が付版された。機関トラブルの問題から200番台以降は乾燥機関を 慢性、D2866 ら二重型に変更している。また1997年から2001年にかけて、ブスモット型23両に、機関換装、車内アコモデーション改良、冷房化などの優等列車使用更新工事を行い、インターシティを保管する、全席指定優等列車インターパイシーに使用したが、2010年に運用を終了した。ブスモット型に、機関乾燥、 近代化更新工事を施行して2両固定編成化した6312系の施策もいったが量産化には至っていない。ストゥデーン化車両は1980年代、ハンガリー以外にポーランドやアルジェリアへの M152.0 系の輸出を模索し、1989年には、 東クライプツヒ国際見本誌に出品した後の M152.0 型とボフェックス型4両をアルジェリアに持ち込み、砂漠地帯でのデモンストレーション運転も行ったが、結局ハンガリー以外の国への輸出は実現しなかった。チェコ、スロバキア両国で1990年代以降、行われた810系ディーゼル同車及び24から29ボフェックス型付随客車の 近代化更新工事で誕生した、新形式は次の通り。D809K ディーゼル動車チェコ鉄道 809K ディーゼル動車は、ワンマン運転用に、デッキ部仕切りを改造し、KBSE 型車系装置及び VS-47 型レ車シャ無線装置などを取り付けたものである。鉄道車両部品メーカーの MSV ストゥデンカ t 有限責任会社で1994年に810.281、810.282、810.596の3両を改造し、さらに1997年に25両を改造した。車番は810系当時の原番号を継承している。後ワンマン運転における乗車券チェック方式の見直しが行われた。 一部は座席を新型のものに交換している。二両が自己廃車され、現在は26両が、ブジェツラフ、チェスケーブジェヨビツェ、クラルピナトブルタボウ、ムラダーボレスラフ、オパバ、ズノイモの各区に配属されている。D811K ディーゼル動車チェコ鉄道 811K ディーゼル動車は、地方選区の体質改善を目的に、期間を ライオン紙製 M-1.2BML-636 回型に液体変速器をプラガニ m 9 0 9 1 i 型に換装しアコモデーションを更新したものである KBSE 型車系装置を搭載座席をモケットバリヘッドレスト付きのものに交換しドクエベルスペハー製の温水循環型暖房装置を搭載 パルス DMN シュムペルク有限責任会社で1997年に810.082と810.494の2両が試験、改造された。車番は810系当時の原番号を継承している。010系付随客車に同様の改造を施行した811系、並結用の011部タックス型付随客車及び016。 ブドタックス783型付随荷,荷物合わせ作り客車も製造された D812K ディーゼル動車チェコ鉄道 812K ディーゼル動車は地方線区の体質改善と速度向上運用効率化車両延命などを目的に部品メーカーなど民間5社が参加して試験改造した両運転台車である機関は ライオース CM-1.2CML-640SE 型に変速機は、ドクホイト製時は -864.3 型に乾燥し、制御装置を一新して、総括制御を可能にした。運転台の拡大に伴い車体長が 500mm 延長し、前面は FRP 製の大型1枚窓に更新した。座席はヘッドレスト付きで、 大型化下に二人がけのクロスシートに交換され、シートピッチも拡大したほか、便乗、ユニット化。運転台には空調設備も設けた。2001年に810.613が試験改造され、同年9月にブルノ市で開かれた国際技術フェアで展示された後、セェルヘニツェ鉄道試験船でディーゼル機関車牽員による試運転が続けられた。2002年には、 パルスノバ株式会社で廃車となった10.171付随客車を種車に中央部に両開きプラグドアを設け、車軸間を低床構造に改造した同型の912系制御客車も製造された。しかし2003年1月に同様の出力増強更新工事を行ったハンガリー国鉄ブスモット型で車軸破断事故が発生したことから量産開口は見送られた。 D814 系ディーゼル動車チェコ鉄道814型ディーゼル動車は812系912型を基本にパルスノバが設計した型運転台の更新改造車でレギオノバの相性を付けられている。期間はデドム CM-1.2CML-640SE 型に換装。最高速度は時速 80km。 010型を種車に中央部を低床構造とした914型制御客車との二両固定編成が2005年から改造増備されている。2007年からは914型と同様に中央部が低床構造の014部ドタックス型付随客車を組み込んだ三両固定編成の増備も開始した。三両固定編成用の十四点二型は機関をデドム製。 TD242RHTA25 型に乾燥している。014型付随客車は2009年及び2010年に実施された付随客車改版の対象にはなっていない。二両固定編成は810型に比べ出力を大幅に増強している反面、動力軸は従来通り編成中に一軸しかないため、悪天候時には、 勾配区間で粘着力不足に伴う空転が多発し、列車遅延の原因として問題になっている。2011年1月現在、二両固定編成が137編成、三両固定編成が26編成所属しているほか、デスナー鉄道に二両固定編成が1編成所属している。D012 ブダフェックス型付随客車、チェコ鉄道012ブダフェックス型付随客車は、 010系付随客車の車端部の座席に列分を撤去し、自転車積載室を設置したものである。1998年から2001年、車を補修工業有限責任会社で70両、施行。車番は010系当時の原番号を継承していたが、 2009年1月1日の付随客車改版でブドタックス78,293から29型に改版された。D013 ダフェックス型付随荷物車チェコ鉄道013ダフェックス型付随荷物車は、010系付随客車の座席をすべて撤去し、自転車積載用荷物車に改造したものである。2000年、チェコ鉄道が6両施行。1両が減損し、 2009年1月1日の付随客車改版で DAX78,495 から29型に改版された。D015 ブドタックス型付随客車チェコ鉄道015ブドタックス型付随客車は010系付随客車の片側座席を撤去し客室内に自転車、積載スペースを設置したものである。2001年から2002年、クルノー補修工業で28両施行。 車番は零一零系当時の原番号を継承していたが、二千九年一月一日の付随客車会番でブドタックス七万八千五百二十四から二十九型に会番された。SR-ZSSK811 系ディーゼル動車、スロバキア国鉄811系ディーゼル動車は、地方線区の体質改善と動力車不足解消を目的に運転室内の拡大。 ライオス CM-1.2CML-640S 型機関の採用、台車枠及び干渉装置の強化、制御装置の電子化、列車無線装置及び温水循環暖房装置、取り付けなどの設計変更を行ったものである。1996年に24から2 9系、付随客車2両の改造で登場、後1999年までに0 1 1系。 改造及び MSV スト u デ e n 化有限会社製心臓車体への偽装により、ズボレン鉄道研修工期株式会社で27両が製造され、クラリョバに、ティソベツ、ブレズの、マルゲツァに、ジリナの各機関区に配属された。また1996年には24から29系付随客車の改造で同系の912系制御客車が1両製造された。 SR-ZSSK812K d ゼル動車、スロバキア国鉄 812K d ゼル動車は、地方線区の体質改善と安全性の向上を、目的に、機関を特慢性 D-2866、ラ -21 型に、液体変速器を、ホイト製自は -863.3 型電子、制御液体変速器に換装し、 室内のアコモデーションを更新したものである。制御装置をマイクロプロセッサ化し、ミレル製 RM-1 型運行情報記録装置及び、VZ-1 型自動列車停止装置を搭載。客室座席はヘッドレスト付きモケット張りのものに交換し、暖房装置を温水循環式に交換するなどした。側面プラグドアのパルス製、ドアエンジンへの交換。 ボッシュ製自動空気圧縮系の交換も実施している。改造コスト抑制のため811型で行った運転室部分の車体改造は行っておらず、810型との外観上の変化はほとんどない。2001年から2002年にズボレン鉄道研修工機が011系付随車重量の動力車化改造で製造。鉄道企業大株式会社に 列車運行事業が移管された2003年以降は810系の改造に移行し、2007年までに64両が製造された。ズボレン、ポプラとプレショー、コシセの各機関区に配属され、観光輸送需要の高い中部タトラ36の地方線区を中心に運用されている。最終ロットはさらにアコモデーションを改良し、 座席を2プラス2列の集団見合い型固定クロスシートとし、側扉開閉ボタンの取り付け、客室で入り口ドアの自動化及びカモイブへの LED 式情報表示器設置、便所の新型ユニット化、車内空調化及び側窓の全面固定窓化を行った。ZSSK813K ディーゼル動車、鉄道企業大スロバキア813型ディーゼル動車は、 812系最終ロットを基本にズボレン鉄道研修工機が製造した型運転台車である。同系の913型制御客車と2両固定編成を組む。期間を慢性 D-2876 ル -21 型に液体変速機をホイト製、ジワ864.3型電子制御、液体変速機に換装し、810系系列の 更新車としては、ZSSKD を通して、初めて最高速度が時速 90km に引き上げられた。座席は2プラス2列のボックス式固定クロスシートとし、全車空調装置を備え、標識等は LED 化している。813型に車椅子、ベビーカースペースを設け、デッキ仕切り及び貫通路のドアは大型引き戸化された。 913型はデッキを前くらい1箇所とし、客室を拡大している。側窓の全面固定窓化は行っていない。2007年から2010年に810系及び011系の改造で44編成が製造され、中部スロバキアのプリエビジャ、クラーリョバニ、ジリナ、チャッツァなどの各機関区に配属された。ZSSK813.1 系ディーゼル動車。 鉄道企業大スロバキア 813.1K ディーゼル動車は2012年、チェコ国鉄線カルロビバリマリアーンスケーラーズニエカンの旅客運送事業者 GW トレーンレニオ社向けに813型基本番台を基本にズボレン鉄道研修工機が製造した型運転台車である。機関をデドム製 t d 三百十 r h t a 十六に強化して、 便所を廃止。同型と二両固定編成を組む913.1系制御客車は D914 型制御客車の使用に準じて中央部を低床構造とし、さらに低床部に車椅子対応便所を設けている。ミレル RS1 系総括制御装置を搭載しており、ZSSK812 系及び813系、最大3ユニット分の総括制御ができる。 に編成が製造された。さらに、ズボレン鉄道研修工業は2013年、813.1系の全面を1枚窓の近代的なデザインにし、側窓の固定方法を H ゴムから接着方式に変更するなどした813.11系ディーゼル動車の試作車1編成を製造した。未更新の810系及び010系、k 16両を種車に、 ZSSK は2017年、全面窓部に LED 式の行き先表示器を設置するなどの、紹介量を施した 813.11K8、編成を、試作編成の続版で製造し、中部スロバキアのジリナ、バンスカービストリサ、ズボレン周辺で運用している。村別の愛称が付けられている。GW トレーンレギュ車の8、13. 1 3 1系に編成は、同社が、 南チェコのバストラック運送会社によって買収された、後の2015年、社名のマーキングのみを外して、ズボレン鉄道研修工期に返却されたため、813.11、軽試作編成とともに、ズボレン鉄道補修工期から、ZSSK に、リースされた。813.11軽試作編成は、ズボレン鉄道研修工期のマークをつけた、原塗色のまま、 後に導入された8編成の813.11系と混用されている。またチェコプラ橋の国鉄線 S34 号線の旅客運送事業者、KC 交通でも813.11系と同一設計のズボレン鉄道研修後期制813.2系ディーゼル動車に編成を2019年1月に導入した。ありがとうございます。